なんかそこでこうあと一歩踏み出してこなかったのは、結局自分の幸せなんてみたいな思ってんのかなと思って、自分が幸せになることは別に望んでないのかなと思って、シャディクは。それもあるし、おそらくなんだけどシャディクがやろうとしていることって、うん、まあそのベネリットグループの崩壊であるとか、うん、あの戦争シェアリングのぶっ壊すっていうようなことだったと思うんだけど、うんうん、多分ミオリネが横にいたらおそらく迷惑をかけるだろうし、今回ねあの 人が死んでしまった自分のせいでっていうことを、はいはい、多分自分の近くにいたらそれを感じさせてしまうから遠のけてるんじゃないかなっていう部分はあると思うんですよね。そうだから理性ではそれちゃんと分かってんだろうけど、うん、やっぱ彼も18、17の男の子なわけですよ。そうなのよね、重くそ思春期なわけですよ、うん、そりゃ恋もするし、うん、好きな女の子には隣にいてほしいとも思うわけよ、うん、そう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 、あんたホルダーにならないのって、いやなりたいんだけどなとか思ったりとかさ。そうなんだよね。だから、うん、なんかグエルに20割ブチ切れたのってそういうことだと思うんだよね多分ね。そうね、だって俺だってお前のようにまっすぐぶつかっていきたかったけど、うん、いけなかったんだよバーカーみたいなことでしょ多分。そうそうそう。でその状態でさ、いやあの人はさ別になんかこう血生臭いことが関係ないはずじゃん、うん、みたいな、たとえその紛争地帯に行って交渉して危険な目にあったとしても、うん、そこはお前がなんとかせえよ、なんだよ俺が頑張ってやってきたのにさみたいな、はい、そういう部分は往々にあると思うんだよね、うんうん、ちょっとした八つ当たりなんだけどさ、そうなんかすごい、うん、なんか大人な面とすんごい子供な面を持ち合わせてるなってね、えそれはあるんじゃないかなシャリクは、そうだからなんかこうちょっとなんだろうな、母性をくすぐられるというかさ、なんかどうにかしてあげたいというなんかこう優しさが私の中では芽生えていたよ。なるほど。そうですか。はい、まあ